リファイト。どうも、リファイトクラブのガイです。今回ですね、2週間後、10月1日に試合を控えた、特に人生初の試合ですよ。50になって初めて試合します。キックボクシングのです。そんな私の心境をね、語っていこうと思います。まずですね、この1年弱、今年の1月の下旬、まあ、大体2月ぐらいからまだ息がね、吐くと白い、そんな時期だったと思います。とっても寒くって、外に出てもね、体が凍るような思いがした、そんな時期でした。私はキックボクシングの第一歩を記し始めました。最初にしたことっていうのはウォーキングです。20分ほど行ったところに神社があるんですけども、そこに歩いていくとちょうど体が温まるんですよね。で、そこで、その神社でまずはファイティングポーズを取ったりね、型をやってみたりとか。もちろん私はカンフーファンだったんで、カンフーの型が最初でした。でもキックボクシングを意識しだした時に、パンチをね、伸ばしてみたりとか、フットワークを自分なりにやってみたりとか、それから股がね、広がるかどうか、蹴りがちゃんと出せないといけないですから、そういったことを少しずつやり始めました。最初はただそれだけのために行っただけだったんですよ。で、そのうちに反復横跳びをやることになったり、その他ね、キックやパンチなどの練習をしたり、まあ、スクワットをやってみたりとか、キックボクシングの指導を少しずつ受けることになったんですけども、この8ヶ月ぐらいですか、7ヶ月、まだ8ヶ月になってないぐらいですけども、驚くほどね、あっという間に過ぎて時間がありませんでした。これはどんな人でも、自分の過去半年とか1年とか5年とか10年を振り返るとみんな言うことだと思います。もう時間がなかったと、あっという間だった。でもそれは私がキックボクシングをやっていてもやっていなくても同じように感じたと思うんですよ。ということは、忙しい中でも、同じ忙しいという言葉の中でも、キックボクシングを生活の中に取り込めた私は、まあ、一歩二歩前に進んだのかなと思います。まあ、私はね、普段会社に出勤するわけでもなく、まあ言ってみれば暇ではあるかもしれないんですよ。ただその代わり、他の男性にはないような暮らしを送っています。例えば速稼塾のサポート、ね、こちらの方も毎日ありますし、まあ、動画の更新ってのもかなり多いです。またさらに FX オリガルヒというコミュニティも始めておりました。で、こちらの相場解説更新、それから FX のサポート、新規 FX オリガルヒの参加者への、まあ、お迎えですよね。こういったことも毎日毎日やりながら進めてきました。さらにこの夏からは政治系チャンネルも立ち上げて、 YouTube チャンネルは同時に3本運営してるんですよ。で、そうなってくると、まあ、はっきり言って会社員さんと同じように1日の大半が YouTube とかパソコンの前に私は身を置くことになります。で、さらに私の場合は子育てをみっちりやってます。基本的には私が子育てを隅から隅までやって、家事も私が全部やってます。まあ、そういうふうにね、暮らしてますんで、本当にね、だいたい深夜2時とか3時に私は起きるんですけども、その時点でね、深夜2時3時の時点では、今日はどっかの1時間トレーニングしよう、どっかの30分ウォーキングしようって思うんですよ、起きた時は。でも気がついたらもう昼になって、もう夕方になってるんですよ。で、今もね、時間帯もう4時前ですよ。気がついたら4時前ですよ。ほとんど何もできずにここまで来るんですよ。でもたくさんのことをやってきたんですよね。まあ、やっぱり私の場合は給料をくれる主体がいませんから、自分でビジネスを動かして商品作って売り上げを作っていかなくては、途端に家族が路頭に迷うわけですよ。そう考えていくと、まず売り上げありきなんですよね。それからご入金くださったお客様や取引先へのフォローってのも欠かしちゃいけないので、そっちもみっちりやってます。まあ、つまり出勤したりどっかの会社に勤める暇がないぐらい、私も私で生活を、そして企業活動を忙しくやってるわけなんですよね。で、その中にね、じゃあどうやってキックボクシングの練習を入れていくのかってことですけども、まずは毎週金曜ボー君とのオンラインレッスンがありますよね。そして最近では毎週月曜日の個別トレーニングがあります。この時間を確保することによって、その前後の時間の過ごし方も変わってくるんですよ。
もうね、3日ぐらい前から、ああ、3日後はトレーニングがあるから、これを済ませなくちゃ、あれを済ませなくちゃ、これをやっておかなくちゃ、みたいにやっておきます。また、3日ぐらい前から、トレーニングの日に体調を壊しちゃいけないので、飲むものとか食べ物とかね、睡眠時間とかはものすごくケアするようになります。さらに、この7ヶ月余りっていうのは、絶対に怪我をしちゃいけないなっていうのが第一でした。怪我の回復にもたもたしていたら、トレーニングが進まないからなんですよ。ですんで、悔しいけれども、まだ体が動くのに動かさなかったり、まだ歩けるし、スタミナが鍛えれるはずなのに、自分の衰えた筋力のことを考えてセーブしたりとかもしたんですよね。だからね、20代とか30代の頃みたいに限界を超えてのトレーニングはもう絶対タブーなんですよ。で、限界を超えない程度に自分の力量を上げていかなくちゃいけないっていう、まあ自分自身をコントロールすることっていうのが、まあ私のね、最も重要な課題でした。それもトレーナーさんがマンツーマンで横について教えてくれればいいんですけども、私の筋肉の状態とかをね、確かめながらやってくれるかもしれませんけども、それも今はね、リモートなんで望めないんですよ。ですんで、自分でできることは細かく下調べをしてやる、そして休むときは完全に休むみたいな感じで、トレーニングがないときってのは、基本的には翌日は昨日のトレーニングを思い出すためにいろいろとしなくてはならないんですけども、それは極力抑えました。例えばワンツーからミドルキック、スイッチして左ミドルってものをね、やったとしたら、次の日にはイメージでこうやってね、座ったまま体をコーヒーで動かすトレーニングをして、そのイメージトレーニングを極限まで高めて、その上で実際に立ち上がって、その動きを、イメージした動きをトレースすることを数回やる、1分以内で終わるみたいな感じですよね。とにかくそういうふうなことしか思いつかずに、体を動かしまくると故障の可能性が高くなるとかね、本当足の裏をすりむいたぐらいでもトレーニングに影響がありますしね、そうなってくると結局逆効果だっていうふうに思ったんですよ。そんな感じでここまで過ごしてきましたんで、私もね、思う存分練習したわけじゃないんですよ。できるのにやらなかったことが結構あります。これはサボりじゃなくてです、自分のケアを優先したからなんですよ。なんせね、若い頃のように回復の時間が瞬く間ってわけではないですから、それを考えていくとね、絶対に痛めてはならないところとか、絶対に試合の時まで失ってはならない機能っていうのがあるわけですよね。それを体を自分でチェックしながらここまで進んできたかなってことです。おかげさんでスタミナと技術とそれから体の安全のバランスはかなり取れてきたんじゃないかなと思います。ですんで余計思うんですよ。あれをもっとできなかったかな、これをもっとできなかったかな、ね、まだまだやれることがあったんじゃないかなっていうところです。きっと試合になったらそういうことをね、痛いほど思い知るんだろうなと思いますし、でもう一つね、トレーナーをずっとしてくれた坊君、なんかね、その人を育てることの難しさっていうのとか、人を育てること の思いとかね、楽しさっていうのを今までの人生を通じてものすごく感じてくれたんじゃないかなと思いますし、それを想像しながらね、俺も答えなくっちゃっていう気持ちで、今日までやってきました。で、時にはね、練習の前にものすごくね、怖かったりしたんですよ。なんかトレーナーとして、この私のね、不甲斐なさをもしかしたら見放すんではないかなと。だからそうならないようにいいところを見せていかないとなと、進化しているところを常に見せていかないとなっていうような気持ちもありまして、私としてはね、ものすごくうまくできた師弟関係だったんじゃないかなと思うんですよ。当然私はトレーニングの前はそうやってね、ビビったりとか、何かの事情で今日のトレーニング中止にならないかなって思ったことも正直あったんですよ。それはサボりたい意味じゃなくって、そのぐらい自分が高ぶっていて、どのぐらいトレーニングに応えることができるかっていう恐怖もあったんですよね。でもこうしてここまで来たところ、結局ついてこれたなと。そしてついてこれた以上に、自分なりにね、10与えられたことに対して11、12まで食らいついていこうとしたっていう、マインドはね、ずっとあったなと思いましたね。で、今もう2週間後に試合を控えるわけですけども、どのぐらいね、恩返しができるかっていう気持ちで今いるんですよ。で、その一つとして、私のチケットは割当6枚がすぐに売れたっていうかね、もらってくれる人が見つかって、そして追加注文は実際に売れました。非常に嬉しいことです。自分のチケットが
お金を払ってくださってね、売れた。で、皆さんがわざわざ時間を作って私の試合を2分2ラウンドっていうね、5分にも満たないような、そんな50代の初挑戦を見に来てくださると。私はね、だからね、ものすごい宝を手に入れたような気がしますね。そしてですね、協力してくれたその他の方にもここでね、名前は挙げたらキリがないんですけども、感謝したいなと思いますし、何よりもね、この動画を見てくださった方のおかげで私もここまでやってこれたんじゃないかなと思います。もちろんね、誹謗中傷ではないですけども、やめとけという声もありました。ね、50過ぎておじいちゃんが何やってんだよとかね、怪我してダウンしてみんなに迷惑かけるぞとかね、半分笑ってるような半分バカにしたようなそんなのもありましたけども、そのたんびに私は思ったんですよ。暴君が俺にはついてるからなと。お前らみたいに何も分かんないようなやつが適当なコメント書いてんじゃねえと。そのぐらい私はね、コメントに関しましては気にならないどころか逆に奮発材料になりましたね。で、初めて50にして公式なリングの上でグローブを始めて誰かにね、その拳を正々堂々と放つことができる、この蹴りを喧嘩じゃなくってね、恨みじゃなくって仕返しじゃなくってスポーツとしてパシッと打つことができる、また逆に何の恨みもこもってないパンチを受けることができて、何の仕返しでもない蹴りを受けることができるというね、このクリーンさに今ね、すごくワクワクしてるところですね。で、折しもですけども、折しもロッキーシリーズの最終回クリード3が今見れる状態になってるんですよ。私は試合までにこれ必ず見ようと思いますね。で、私は試合についてはおそらく対戦相手はどう転んでもベテランばっかり来ると思います。私なんてスパーリングの相手にしょうがなくやってくれるような感じになるかもしれません。しかしですね、私もね、別にね、負けるのが前提でいくわけじゃないんですよ。勝つつもりでやりますし、相手をね、蹴り倒す、殴り倒すつもりでやります。そうはいかないかもしれないけども、でもね、これはちょっと立場を変えてみると、私が普段やっているビジネスとか FX でダメかもしれないけども食らいついて稼ぎに行くんだって人、その人を指導していることに似てるんですよ。まあ1年以内に月収30万とか50万とか100万を取る人っていうのは、ネットビジネスをね、初心者が始めてそういったことっていうのは滅多に起きません。そればかりか副収入として1年以内に毎月3万5万というのをコンスタントに上げれる人、こういうのがまあ3割4割いるぐらいなんですよ。そのぐらい人からお金をいただくってことは難しいし、何よりもビジネスでいう集客っていうのにはやり続けるっていうね、この継続力が必要だったり、自分自身を改善したり高めたりするモチベートするところが必要なんですよね。これはでもね、はっきり言って50から始めるキックボクシングの方がきついですよ。だって衰えていった体力に対して30年も使ってない体をね、使うわけですよ。で、トレーニングはまあ僕みたいなキャリアの高い人がね、こうシャドーボクシングとかオンラインミットとかね、やってくれますよ。なんかマススパーリングもオンラインでやってくれますけども、私はね、もう息の限界、体力の限界でずっと2分2ラウンド今やってるんですけども、ボー君は指導をしてくれながら私の動きを見ながら余裕でやるわけなんですよ。で、私は思うんですよね、あ、こういう人が俺の相手になるのかと、うん、でもどんな選手が来ようと私は思うんですよ。そんな対戦相手、私がね、想定する対戦相手よりも強いトレーナーが今私に意識を傾けてくださってる以上、負けはないなと。負けはない、まあ、負けるかもしれないけども負けはないなぐらいの気持ちで、本当に今ね、週に2回ほどのトレーニングですけども、ものすごく胸を借りて、あ、俺はいいトレーナーに巡り合えたなと。初めて、生涯初のトレーナーがこんなにいいトレーナーで俺は良かったなと思ってますね。まるでね、そのロッキーシリーズが終わってクリードになってね、クリードっていう選手がロッキーっていう最高のチャンピオンをトレーナーに迎えた時と同じような気持ちじゃないかなと思います。まあ私の中ではね、今直接指導してくれてるボー君が唯一のトレーナーだし、そして前回の動画にあったようにボー君が何とかして勝たしてやりたい、無理かもしれないけども勝たしてやりたいみたいなのはね、私はね、あの動画を見る前から感じてましたね。そんな気持ちでやってくれてるんだろうなと。
練習メニュー一つ一つ、私の放つパンチやキックを見るたんびにそう思ってくれてんだろうなと。あ、ガードが下がってる、これは俺がガードを上げさせてやらないと試合当日食らっちまうなと思うから、ガードが下がってるよって声もかけてくれるし、パンチで状態がブレてることもね、まあ、私が見てないところでちゃんと動画を再生して、あ、ここをチェックしてあげないとみたいな感じで、ますますね強い指摘、的確な指摘をもらってるんだろうなと思うと、非常にこのリファイトクラブっていうのは、まあ、半分私が作ったようなものなんですけども、でもね、確実に私の手を離れてボー君のものになったなと思いましたね。いやでも本当に素晴らしいオンラインジムがこの地上に現れたなと思って非常に嬉しく思ってますね。あとは私が試合でそれに花を添えるだけかなと思います。まあ勝つつもりでやりますよ。勝つつもりでやって、息が途切れてもパンチを打つことをやめないし、苦しければ苦しいほど前蹴りをして膝切れをして、そして振り切るミドルキックを連打し、足が上がらなければローキックを連発します。苦しければ苦しいほどね。そして自分の人生に映画のようなね2分2ラウンドを自分に向かってプレゼントしたいなと、それをもって10月1日、私は10月11日が誕生日ですけども、初めて生涯自分に対して誕生日プレゼントをあげれるなと思いますね。はい、じゃあ長くなりましたけども、なんかわけのわかんないことばっかり言っちゃってすいません。まあでもその複雑なところが今の気持ちです。はい、まあ体は絶好調、精神も絶好調です。この状態で負けるわけがないと思いますね。まあ相手の人がどんな方かわかりませんけども、でも負けるわけがないっていう気持ちで挑まないと試合じゃないでしょう。はい、それじゃあ今日はそんなところでございます。お疲れ様です。ありがとうございました。